はい、まあ、ちょっとね撮影しましょうか。これをね、広島の市役所と間違えまして、あそこで寄りたいなと思ったんですけどね。はい、じゃあちょっとね中入ってみましょうかね。お高いね、高さがこう下から入ったら20メートルぐらいあるね。17、18メートルあるか。そうですか、こんな、これが一番大きいんですか。ちょっとじゃあ回ってみようか。水がこういうぐらいやから3つあるんやろね。これ豊富なのね、豊富、豊富もこれ幅7、8メートルあるぞ。やっぱりちょっと小ぶりやね。あ、小ぶり言うたらいかんね。大きいね大きい大きい。これ大きいわ。これが1号分になるんかね。お静塚古墳の半分言うけど、半分か半分あるかなっていう感じだけどね。なんでだろう。やっぱりあの公園分の円の大きさが違うんだな。それでこの迫力がちょっと足らんかな。そんなこと言うていかんか。この辺を回る、ここは集合やったわけやね。集合の人がこの、こんなことになってるからね、どうすんだろう。だんだん集合やったんかね。上には埋葬してたんやな。水塚古墳1号墳ね、92m、 前方部に作り出しがね、右も左もあるのかね。現在地、3基もあったわけそうですか、3基もありましたか。はい、ちょっと上がってみましょう。あ、石碑見れんのかね。ありがたや、ありがたや。ほら、3基あんだ。こういうもね、円筒埴輪もいっぱい立ってますね。これ。はい、ちょっと見せてもらおう。あら、凍っとるんかね。あらあら、全く見えんがね。ダメだこら。いやいや、これは残念でございました。あ、ここ明るかね。鍵かかってんのが残念。これは小さい、これが一番大きいんやろうけどね。いやいや、全然見られんがね。あー、ちらっと見えるか。天井石と、これなんだ。これはせっかくかね。まあ、目視で。ああ、見える見える、ここから。天井石やね。天井石と、あれも、あれ石灰？
わからんな。残念。あ、ここにね、ここに、あ、こんなのあったわけね。なるほど。だから、これはね、白綿戦艦地やったよな。なるほど。長さが2メーター。そうですか。こういう感じでね、石室がちゃんと残ってなかったんかな、崩れてたんかね。そうですか。残念でございました。見えませんでした。あ、これも見れるんだ。これで。あ、これも組み立て式ね。ちょっと小ぶりか。そうですか。密城第一、あ、密城なんで、密城だもんかね。密城第一コン。そら失礼しました。おお、ここにもあるわね、これ。これ2号分かね。2号分、3号分。おー、なるほど。それは失礼しました。密城古墳、1号分、2号分、3号分ね。あれ？これはあんな、あ、反対向こうあんのかんないわ。これも大きいね。あ、これちょっと見えるね、ちらっと。いやー、ちらっと見えるけど。これも、組み立て式、組み立て式の石棺やね。なるほど。呪文鏡も出てきましたか。なるほど。こんな感じね。こんな感じでございますか。今ね、朝露でね、見れないんだけど、残念だけどね。はい。じゃあね、宝墳の方ちょっと歩いてみようか。ね、四文字山よりもちょっと小さいからね、あそこは180メートルだったかな。やっぱり。まあ昨日ね、日本でナンバーワンの古墳見とるからね、墳丘に入れる古墳でナンバーワンの古墳もね、飽きませんわね。木がいっぱいだったとったけどね、あそこは。その古墳の名前が出てきへんがね、昨日言ったのに。何やったっけ、あの古墳は。ほら、ここにもありましたか。これはね、もうこれも埋葬してたわけ。おお、そうですか。はい、失礼します。これね、遠藤埴輪がいっぱい建てるからね、これすごい数やろね。どれ建てんやろ、1000本とか建てんやろかね。すごいすごい。墳丘のね、興奮から公園部見とるんやけどね、やっぱり縁がね、どうなんだろう、もうちょっとね、大きかったらいいんかなって感じするんだけどね。いやいや、興奮の方が見かすぎんねんな、イメージ、この縁からすると。はい。まあ、これを、下、降りてみろ、これで。降りてみて。これ歩けるかね。吹き石がちゃんとしてあるけどね。こう歩けるね。ここ
から眺めるぞや。なかなかいい眺めでございます。この横にね、作り出しがあるんだけど、普通この作り出しにね、大概この継承埴輪とかいろんなやつ置いてあるとこ多いんだけどね、何も置いてないね。反対側か。作り出しはどこやったかね。こっちやね。作り出しでございます。あれ、継承埴輪も何も立ってないから珍しいね。これはちょっと珍しいございましたね。これ見ると何か書いてますかね。あら、反対ですか。反対でございましたか。おお、すごい。すげえ機材、特殊機材ですか。やっぱり壺とかやっぱりここに置いてたんやね。弾きとかね、はいはい。炭鉱型埴輪、これなんだ。カブト、これカブト型？カブトは見えんけど。鶏型埴輪、こっちも鶏型。あれ、なまた上がってみようか。上がって反対側見ようか。いやいや、ここから中身はどうだ。おお、なるほど、いいね。3機ありますからね。ここね、これ晴れたら見えるんだろうな。梅雨が今かかってないからね、晴れたら見れると思いますわ。はい、三代古墳1号墳でございました。ありがとうございました。